2020年3月にデビューする新型車両 TX3000系。 車両の製造が完了し、完成検査を行います。先頭車両にある非常用扉がスムーズに開閉できるか確認する非常用扉検査。続いてヘッドライトや行き先表示が正常に点灯するか検査します。車両の心臓部である運転台、機器の取り付け状態や動作を確認していきます。 ATC や ATO が正常に動作するか検査します。隅々まで傷や不具合がないか確認します。お客様が乗り降りするドアの動作を確認するドア開閉試験。検査する項目は多岐にわたります。続いて床下の機器が正しく取り付けられているか、車輪の状態、台車のボルトの締まり具合などをハンマーで叩いて検査していきます。車両を少しずつずらしながら車輪一軸ごとに重さを測る輪重測定。急カーブでも台車がスムーズに動くか確認する曲線通過試験。出来上がったばかりの車両を入念に検査していきます。防水試験では車内に水漏れが起きないか確認します。だんだんと水の量を増やしていきます。続いて走行試験です。徐々に走る距離を伸ばしていきます。工場の中で前進と後進を切り替え、繰り返し走行試験を行います。工場のある山口県下松市から埼玉県の越谷ターミナル駅まで車両を牽引して輸送する攻守回送を行いました。山陽本線と東海道本線を利用し、走行距離およそ1000キロを1日半かけて運ぶ長距離輸送です。
越谷ターミナル駅では車両や台車をトレーラーへ積み替え、今度は道路を走る陸送に向けた準備が着々と進められていきます。真夜中、埼玉県の越谷ターミナル駅から茨城県にあるつくばエクスプレスの守谷総合基地へ向けて各車両が次々と出発していきます。およそ2時間後、総合基地に到着しました。翌朝、車両の取り下ろし作業が始まりました。車両を吊り上げるバーを慎重に取り付けていきます。車両をクレーンで吊り上げます。車両と台車を慎重に組み合わせていきます。リモコンでも操作できる牽引車で車両を移動します。各車両を連結していきます。6両すべてが連結され格納庫に移動されていきます。カバーが剥がされ、先頭車両の前方が現れました。ついに総合基地に到着したつくばエクスプレスの新型車両 TX3000系。 2020年3月のデビューに向け着々と準備が進められています。どうぞご期待ください。